おー、マジか。マジか。よいしょ。あ、よか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 、よし、これも待っとった。入るかね。よっしゃー、行こう。さあ、起きて。あ、俺出てこけどな。ありがとうございます。す、あ、じゃあ、視聴者さん、どうも。すごい声が。お久しぶりです。森船長です。はい、大変すみません。あ、そう。ありがとうございます。今年はあの、ちゃんと船に乗って釣りに行きますから。覚悟を決めて。本当に。はい、行きます。え、狙いは皆さん何釣りですか？映っても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫、はい、あ、オッケーです。基本的には黒釣りなんですけど。黒、あ、黒ルアー。ルアーと、まあ、アジサビヒもやるんで泳がせでもしようかな。おお、沖堤はちょくちょく。いや、沖堤は初めてです。初めて、はい、あ、初めてなんだ。いろはさんの動画見て、あ、一回は渡ってみたい。あ、本当ですか？よく、お、すごい。そんな感じ。それ1回目ですか？1回目です。あ、すごい、すごい偶然ですね。めちゃくちゃ偶然です。あの、かかったら取れたからお願いします。はい、よかった。皆さん視聴者だけど心強い。じゃあどうもありがとうございます。頑張ってください。第8文丸、森船長、ありがとうございます。うお、うお、マジか、マジか。イワシ打ち上げられとった。こう貼り付けてポイってすぎようか、この辺で。イワシの打ち上がっとった。めちゃめちゃ良か状況やん。夜明けのうちにバシャバシャやったらいいな。ニコシマちゃんか。あ、そうね。ほら、はい、ニコお酒買って、そういう正直なんやろ。そうよ。はずだわ。初めての釣りざおがよ、ほんで。ほんでね。え、もうこの辺にかけてすぎた。シュッと。うわー、しょい。はい、こっちもかけてしょい。はい。よし。はい、じゃあ。よし、よっしゃ、頼みます。頑張って。うん、頑張。イワシのめちゃくちゃ気にな。いやー、まず1回目殴っとるのにガン緊張するって言っても初めて。おい、小ガン太がりいる、うん、初めてやっけ。ちょっといいっすか。ちょっと腰の低い、高すぎて。ギャンタッカとっからちょっとね、もうなんかそれだけで恐ろしか、すでに空気来たって言って、うん、近く歩いていくっけんが。マジですぐ帰ってくっけ。何かしら一本解いたかな。ちょっと食材がね、もらったものしかないけん。あ、釣れた。なんか、あ、あ、泳がせようね。そういう、なんそう。よし、だんだん慣れてきたぞ。とりあえずパーってしてきた、ね、一本取るか取れるかで全然違うけどね。おパン粉かな。食に向こうかな。パン粉こっち堤防なんだ。うん、あ、 うん、あっちばっかが太くなってる。ええ、最悪ね。次々と生産しましたですね。何時よ、いいサイズ、うん、いいサイズのアラカブ。あれ、あれ、ベラベラやろこれ。イワシのかけてしたおとさんは早かそう、多分これ。あ、そっか、でもアジか。アジ釣りじゃとか。いや、これで大物釣りだと。これじゃダメ。ベラこれじゃダメ。ベラ泳がせ聞いたことなかったね。どのくらい前やろうかね。結構鮮度よかけんね。日の上がる前、到着ちょい前ぐらい。
はや、外れた。うまくいきゃ、これでもヒラメ食うもんな。ヒラメも青物も食ってくるはずだって。うん、ゲラや。冷凍しときたかごた。こぎゃんよ、これさ、半ば。どこどこかったろ。なんだなんだ、アナカブやろけど。よし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 。くー、なんだこれ、アナカブ。やっぱアナカブやね。丸飲みしとさっきのヤシは。口の中にヤシ丸々入っと。上顎かっぽし。アナカブありがとう。ちょちっちゃくけ逃がしてあげようか。よいしょ。はい、バイバイ。ヤシ出していっちゃった。せめて食べてもらったんだけ。間違ったっす。なんかデカかどんかかって、ここが間違って。もう一回。えへへ。あ、狭いった。来た、よし。なんだ。もう今度ちょっとサイズアップじゃないか、これ。あの、カブの、ラカブのサイズアップかな。ラカブ、同じぐらい。もう腹、綺麗に入ってるわ、ほら。上手に食っとったね、君ね。おお、食べてよかったよ。ヤッキン、ほら、持って帰りせ。頑張って上に上がってる気いっぱい来るぞ。バイバイ。そっちのあたりは？あ、来た？え？にょにょ。うん、あんた、ジェイの車に戻ってやろ。うん、すがんと思った。今ね、何もあたりにもあれしたね。間違ってヒラメとかタイとか食ってこんかなと思ってたから。ああ、なるほど。全然あったと思う、この人。ただ、針のね、針の中。まさかガンイワシの置いとって覚えた。ほら来た。ええー、つんね。ほら、ずっと荒かぶる。口からほら、口からペロって出とろうが。すごかそう。そういよそういよ楽しかね。こんたいの荒かぶの、これポイ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 投げときいくらでやってくるか、こんだけバケーなき。風に強か寒か。カモメやろ。あっちいよいよね。あそこやろ。あ、もう投げたのかよ。ぼちぼち。よいしょ。あ、よか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 。よし、この待っとった。よしよし。はい。よし。あにゃこう荒カモじゃなかと思うけどな。キジハタとかかな。よか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 。ほら、あ、大物。おい、ほら、おい、来た、はい、おい、ほらね、いや、大物あったよ。いや、綺麗か。大物あった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、十分よ。おいしい、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 おいしい。よし、こっち側さん殴るか。かかってほしいよね。せっかく、せっかくやもんな、マジで。黄金のよかったのおっさん。来たー。よし、来たー。リュウちゃん、リュウちゃん、振り上げられる？タモ？いやいや、重いやろな、これ。あ、下に入るよ。重重。よかよかよか。いい重。タモ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 。どっちからこっちから。おい、よいしょ。いい重。また重でかい。パンパンコイパン。あ、すごか。結構すごか。いい重あった。ありがとうございます。あ、すごか。素晴らしい。素晴らしか。サブか。サブだか。耳当てしたらよかっちゃんか。そうよ。人？あれ？耳ちゃんとかぶさっとらんばい。どうなっと？半分くらいかぶさっとらん。ちょっとお湯手言わし草かけどごめんで。うん、いやいや、やめて。水で言わせ。ザラクさん。そういう投げ続けとは。やばいやばい。全体一匹あげてやると思って。これでどんくらい打ちまくるさ。これ竿硬かたい？こういうの打ちまくっとよ。もう一回再現してやろうか。はい。支えとって。あぐいよ。もっと？うわ、え、え、もっともっともっと、うっせろ。も
ええいやちょっと無理かもしれない。うわ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 すいませんうわチョコパイまで本すいませんありがとうございます本格的じゃなかですかうわありがとうございますありがとうございますうわすいませんありがとうございますほらほらあーカモメ寄ってきたあ風で寄せられてき寄せられてきよあちゃ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 投げたよもうおるおるおる思い切ってあおる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 これおるよ青物これ寄ってきよ寄ってきよおる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 マジで一回味わってほしかったってんなその引き場さっき俺が引っ張ったとで多分5、6キロぐらいかえ、あいで5、6キロ出らんかな出そうけどな釣れました肩が小さいですあ、小さいあ、本当は釣れてる釣れてる黒黒カングロわあ元気元気あえうわーありますうわー嬉しかでも何が入ってるかわからんおおにぎりだよかったねよかったね、うん、おい食べたからこれ食べたらうんこしたくなる気があるあれやこれ黒浮いたっすよちょっとかわいそうですね一人じゃんね平日に、うん、あらね、あ、来たー、コアモロ、あ、取れた、抜けた、抜けた、うっそ、よしよし、いかいか、オーティードの、うん、分かっただけるわ、うん、ものすごかったね、横当たりだったね、食いの浅かった、うん、もうぼちぼちシュークリームを食いかかんない。ね、戻ってくるのね、食いにくいね、うん、車の中ね、うん、行こうそういうさ、えちゃん食いよっときさ俺のとこやろそういうさ嘘っすよおらおら、出てそこやろおっておって、ってそう食うわ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 、はい投げて、はい投げて、すぐそこ行けこの大きくなかったのさっきのといや、バッテン5倍ポイント5倍、ポイント5倍親父から電話そしてちょっと今よかタイミングとけどもしいいかじゃあ一回青物かかったけど外れた釣り岡さんが来てないよ教えたもんあの苦戦しとっかなと思ってさあれだけ釣りよったけんが0釣られたねいやゼロ一言ほら長男坊に言ってやってな投げられんもん一言投げられんなんて言葉言うてくよっとヘピリ越しで投げられけんがあーきつねお疲れさんでしたおごちそうさまでしたなかなかうまくはいかんすねおったっすけどねおったっすけどね、うん、どうやった初めてだほらこれ釣れとらんけどやっぱあいね投げすぐとはなかなか体力ないねまあ、この何回か千人で釣れんだろうねいやー、惜しかったなクソ、食ったのかなー食ったねあ、飲んでる、惜しかったね今、えらい天気のなんじゃいどこでば帰ってきたけ、天気の帰ってきた二人で食べない、ちょうどいいぐらいかもゼロバイ甘か、後から甘かここ見て、この獅子の乗り方